どうも、漫画犬のフワちゃんです。阪神新馬戦でゴルシュワープが起きました。そもそもゴルシュワープとはゴールドシップが皐月賞で見せた最高峰にいたにもかかわらずいつの間にか先頭に躍り出た走りのことです。では元祖ゴルシュワープをどうぞ。している歓喜の逃げになっていますゼロス。後続に対してこんなにリードを取った名将片松苦しくなった。さあ3番手以下の角馬がどう詰めていくか。残りあと400、内を取るか外を取るか。コースとにも大変注目。第72回皐月賞、中を取った名将片松がでもう一度盛り返す。内でゼロスがいっぱいに粘っている。足毛の馬体ゴールドシップやってくる。さあ外から外からディープブリリアンテ、ディープブリリアンテ持ち上げてくるが、抜け出したのはゴールドシップ内田空気。ゴールドシップ先頭だ。外からワールドエースが追い込んでくる。ワールドエースとんずくんずくんずくん。勝ったのは14番のゴールドシップ。から4コーナーです。先段行為と固まって、これから第4コーナーカーブ、まもなく直線に向かいます。ジャスティンレオン先頭で直線コースへ。よりまる、そしてソニックライト、内が大きく空いていますが、最内をつきましては8番のマイネルエンペラー、そして間2番のマテンロージョイなど。今度はよりまる、よりまる、よりまる、わずかに先頭か。ジャスティンレオン、ジャスティンレオン、最内をついたマイネルエンペラー、最内をついたマイネルエンペラーが抜けた。2馬身とリードを取った。先頭は8番のマイネルエンペラー、マイネルエンペラー五輪2着、6番のペネトレイト号。